阪神31系、電車35阪神の大駅北大阪線ホームにて、1974年撮影。北大阪線は、かつて大阪府大阪市福島区のの大駅から同市大夜区の天神橋筋6丁目までを結んでいた、阪神電気鉄道の路面電車。1914年8月に開業した、大阪の北側、 新淀川ガ沿岸における未開発地域を開発する目的で付設された。軌道付設の特許を受けたのは別会社の北大阪電気軌道だったが、後の選挙。大淀区経由で大阪市外北部を反周し、梅田へ集まる各鉄道線を短絡する循環上線としての性格を持っていた。当時、沿線のほとんどは未開発地であったため、工事にあたってはまず道路を建設し、 その上で軌道を敷設するという手法が取られた。この道路建設にも阪神が関わっていたことから、阪神は北、大阪線が走る道路の所有権を長く主張していた。大半が平洋軌道だったが、中津北の間で国鉄の貨物線をオーバークロスするトラス橋付近のみが専用軌道で並走する阪急神戸線との電車の出会いが沿線の名物であった。ただし、 中津前後の区間は貨物船の建設に伴って付け替えられたものであり、開業当初は他の区間と同様に併用軌道であった。阪神国道線ほどにはモータリゼーションの影響は受けず、乗客数も比較的多かったものの、阪神国道線の廃止によって車庫への出入庫ができなくなるためにバス化されることになり、1975年5月、国道線、 甲子園線全敗と運命を共にし、廃線となった。使用車両は、国道線の路線短縮まではもっぱらモーター出力の低い一型が使用されていたが、後には31型や、金魚鉢と親しまれた71型や91系、201型などが使用されるようになった。北、大阪線のルートには現在、阪神バスが、北大阪線を代替の形で運行している。 バス転換後も長年にわたり昼間時でも15分ごとの高頻度運行を維持していたが、2000年代に入ってから利用客の減少に伴い減便が繰り返され、2007年のダイヤ改定では中津大転6件の運行は朝夕のみとなった。さらに2013年には同区間が朝夕1往復ずつにまで減便された。残る野田阪神前から、 中津間については過労時て1時間に1から2本程度の運行本数を維持していたが、2018年12月改正で、平日は朝夕のみ、土休日は昼間のみの運行に、また、天六発着は土休日の最終日に1回のみとなり、事実上の免許維持路線に近い状態となっている。なお、野田阪神前から中津間においては、大阪市ティバス58号系統も並行して、 運行しより、こちらは昼間時でも約20分ごとに運行している。野田エビエ大城、エビエ西大淀大淀東大淀中津、北の南浜本城中通り天神橋筋6丁目中は、解消を経た駅名。接続路線は、北大阪線廃止当時。その他、1949年までは、北ので、阪急北の線にも接続していた。開業当初は、 トロリー線が2列あり、ダブルポール式終電だった。後に、海側のトロリー線が撤去されて、シングルポール式になったという。3000分の1地形図大阪北部6号、陸地測量部、1万分の1地形図大阪北部、地理調査所 h t t p w w w h a n s h i b u s c o j p f i l e s w h a t s n e w o l l k i t a o s k a i i a k s e p d f 路線バス12月22日北大阪線都城田区伊勢高支援線の代量改正について 鉄道院連邦。明治43年度。ハット AB 小林肖像、神戸市電。阪神国道線トンボ出版。1998年2月。94ページ。ISBN4 から 887161204. 阪神電気鉄道公式サイトでは1月10日。遠隔図阪神電気鉄道。鉄道院連邦。大正3年度。ありがとうございます。